皆さんこんにちは。ミッドジャーニーのモーテンギがリリースされました。まだ検証しきれてませんが、画像生成ロジックが結構変わった感じがします。喜ぶ人が多いと思われるのは、ビキニ系の写真が 5.1 より談話されてました。ただしウーマンだと問題ないけど、ガールを使うと禁止されることが多いので、自動ポルノはしっかり取り締まる方針だと思います。逆に大人の水着は問題ないということで、よほど際どくなければ解放しようという方針になったと想定しています。あと気になった点として、フォトグラフィが以前だと細かい指示なくともリアル系の画像を出力していましたが、今回スタイルの変更があったためか、デフォルトだとリアルにならないケースが見られるようになった感じがします。まだ触ってる時間が短いので何とも言えませんが、気づいた点があったら今後紹介していきたいと思います。今日のメインテーマはサムネにもありました通り、新機能のズームアウトを紹介します。この機能は非常に便利ですので、今後頻繁に利用していくことになると思います。主な利用用途は生成した画像の映ってない部分を補填することです。ただ単にズームアウトしたいというケースより、こちらの目的で利用する方が皆さんも多いと思います。では実際に例を見ながら説明していきます。今2次元の画像を生成しています。ちょうどサンプルに良いのが出来上がりました。スペルではホールボディショットという全身を出すスペルを入れてるのですが、呪文を見ての通り URL 画像を参照してるため、 URL 画像に全身が映ってないといくらスペルで全身を入れても簡単には出ません。このように1の画像で足が映ってる画像が欲しいとか、耳が切れてるので切れてない画像が欲しいといったケースで、今回のズームアウトは使えます。4分割の状態だとズームアウトは使えませんので、 U1 を押してアップスケールします。そうするとアップスケール画像とともにズームアウトのメニューが出てきます。デフォルトで 2.0 と 1.5 カスタムがあります。最大は 2.0 なので、今回カスタムは使わず 2.0 を選択しました。そうすると2倍のズームアウト画像がこのように生成されます。最初の画像と比べると頭が完全に画像内に収まり、足が膝あたりまで伸びました。まだ足が映りきってないので、再度ズームアウトするためアップスケールします。アップスケールができたら再度2倍ズームをします。ちなみに2倍でなく 1.5 倍でも1回試しましたが、 1.5 倍では足首で切れてしまってたので動画では飛ばしています。なんか余計なものも出てきてしまいましたが、中央の画像は全身がしっかり映っています。おそらくズームアウトしすぎで余白ができすぎたため、余白部分に画像が差し込まれましたが、ズームアウトの値をカスタムで調整すれば綺麗にできると思います。今回はサンプルということでご了承ください。では最後3つの画像を比較してみましょう。左から元画像 2.0 倍 4.0 倍の画像となります。いかがでしょうか。この機能を使えば、今まで切れていた手足や頭頂部など気になる部分を補填した画像が作れますね。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もいただけると嬉しいです。バイバイ。